激坂ワールドトーナメント決勝戦が終わりました。今回はですね、ウルトラ怪獣選抜が悲願の初優勝ということで、おめでとうございます。3連覇をかけて戦った決勝は筋肉マン選抜だったんですけども、今回はやはりウルトラ怪獣選抜の大胆なフォーメーション、普段リーグ戦でゴールキーパーを務めるネロンガとムルチをディフェンスラインに上げてのスーパーシフトですね。守備によったスーパーシフト、まあこれが結果的に功を奏して、まあ数々筋肉マン選抜惜しいシュートめちゃくちゃあったんですけども、ハルクマシンのねシュートも素晴らしかったですけども、あれはバーに当たったりとかですね、またサンシャインのシュートもありましたよね。まあことごとくウルトラ怪獣選抜の、まあ、分厚いディフェンス陣、そしてアストロモンスがですね弾いて1点に防ぎました。第3ゲームチューンがね一矢報いたんですけれども、これはもうウルトラ怪獣選抜の作戦勝ちかなと。しかし両チーム素晴らしいプレーが飛び出しました。このもう決勝戦は、スーパープレーの、まあ、数すごかったですね。まずカタンの先制点の時のあのターンもすごかったです。ロビンマスクを振り切ってのゴール、まあ、個人技も素晴らしかった。その2点目のゼットンの寄せもすごかったですね。またやはりリーグ戦で得点を MVP を獲得したハルクマシンの素晴らしい走りがありました。相手フォワードに避けてこのカーブでボールにピタッと止めると、あれができちゃったらね、どんな局面でも逆転できないかというようなね、そんなプレーがたくさん飛び出しました。という中で、素晴らしいレベルの高い決勝戦でしたね。はい、ウルトラ怪獣選抜見事初栄冠奪還ということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。